フランシスコ・ハビエル・ハビ・ガルシア・フェルナンディスは、スペイン王国・ムルシア州村出身のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー、ポルトガルのボアビスタ所属。かつて FC、バルセロナやリバプール FC などに在籍し、現在は、プエブラ FC に在籍しているルイス・ガルシアはいとこで、ある。レアル・マドリードの下部組織の出身で、2004年11月28日の、 レバンテ UD 戦で、クラブ歴第2位の若さで、トップチームデビューし、2004から05シーズンはプリメラ、ディビジオンで3試合に出場した。2005から06シーズンは、下部チームであるレアルマドリード・カスティージャで過ごし、トップチームでの出場機会はなかった。2006年夏にはポーランドで開催された UEFAU-19 欧州選手権に出場して優勝し、 その活躍を見たファビオカペット監督によって、プレシーズンのトップチームの練習に同行した。新加入のエメルソンとコンビを組んで、ラモンデカ・ランサハイなどほとんどのプレシーズンマッチに出場したが、2006から07シーズンはトップチームで1試合にも出場できなかった。2007年夏に就任したベルントシュスター監督の構想から外れたため、 スペイン国内のアトレティコマドリード、デポルティーボラコルーニャ、プレミアリーグのリバプール FC などから興味を示され、移籍期間最終日の8月31日に移籍金250万ユーロで CA オサスナと4年契約を結んだ。CA オサスナは長期離脱したジャバドネクナムの大役を探しており、セビージャ FC 戦で初出場すると、その試合から6試合の間に2得点を決めた。 2007から08シーズンは25試合に出場して2得点と活躍したため、あらかじめ付けられていた買い戻しオプションをレアルマドリードに行使され、2008年4月29日に遺跡金400万ユーロでレアルマドリードに復帰することが決まった。復帰初戦は2008年9月24日のスポルティング基本戦であり、後半にマーマド・ディアンラとの交代で出場した。 2008から09シーズンに出場した試合のほとんどが途中出場であり、ファンデラモス監督の信頼を勝ち取ることができなかった。2009年夏には UEFAU-21、欧州選手権に出場した。2009年7月21日、ポルトガルの SL ベンフィカに完全移籍した。契約期間は5年でレアルマドリードに支払われた、移籍金は700万ユーロである。 2009から10シーズン序盤から中盤の底のレギュラーポジションをつかみ、2009年11月9日のナバル一マヨ戦では、ロスタイムにヘディングで決勝点を挙げ、チームをリーグ首位に押し上げた。この後ベンフィカは首位を独走し、5シーズンぶりのリーグ優勝と2シーズン連続の達者だ、リーガー優勝の2冠を達成した。2012年8月31日、 プレミアリーグのマンチェスターシティ FC に完全移籍。シティでは本職の守備的 MF だけでなく CB として起用される場合もあった。2014年8月14日、FC ゼニとサンクトペテルブルクに5年契約で移籍した。2017年8月14日、レアルベティスに3年契約で移籍した。ありがとうございます。